では自分が勇者であると証明できますか？証明か！ならこれでどうだ。それはこれこそ俺が女神に授けられた証的な何かだそうだ。確かに夜の女神の紋章のようですが。どうです、これで俺が女神に召喚された勇者だと証明されたはず。つまりこれは偽証罪。罪を重ねるとは愚かな。女神の紋章を身につけることは条約で禁止だ。いやこれ本物なんですけど。